日本茨城県森谷市、高野高野公民館高野は、茨城県森谷市の地名。旧北相馬郡高野村。郵便番号は302-0125。森谷市南部に位置する。地域の南部に利根川、地域の北部に、上層ふれあい道路が通り、高野公民館がある。かつて、高野地区北部であったところは、上層ニュータウン南森谷に、東部の一部は、 三井不動産によって開発された住宅地、三園となり、高野から分離したが、今なお広い面積を保っている。東は三園、お津毛欅台、鳥出市の頭、西は大菓市は、南は、柏市大青田、北は松川岡、鈴塚と接している。天行元年に、平野正門は当地に、沖陽の文城を築き今木村とした。そして平野正門が、 奇襲高の山金剛峰寺に真似て、ここに海前寺を創建したことから、慶長年間に高の村と改めた。大和ざ森あ座元塾は、2002年の市政志向と同時に行われた飛び地解消による編入である。高の編入の際に、地盤が重複することを防ぐために、従来の地盤に2000番を加えたものへと変更された。元は飛び地ではなかったが、 1988年5月31日の松ヶ丘、欅台大新設の際に取り残され、飛び地となった。また、この飛び地が発生した1988年まで、大和ザモリアには飛び地が別に2箇所あったが、一つは松ヶ丘3丁目、もう一つは松ヶ丘3丁目と欅台キ6丁目に組み込まれている。2017年8月1日現在の世帯数と、 人口は以下の通りである。森屋市、コミュニティバス、モコバスが地域内を走っている。モコバス地域内には、ウリ二重、堀、高野小学校前、旧高野農協前、向かい壺の5つの停留所がある。ありがとうございます。